ちは。こんにちは、湯坂さん。なんか重いな。重いですよ。お前どうした？岡田監督。熱ある。熱はない。熱はない。いやでも、ね、岡田監督が熱が出そう。そう、もう岡田監督はもう熱出ました。なるほどね。交流戦前の最後の巨人戦のでの試合、はいはい、1-0 で勝ってたんですが、結局逆転負けをした試合。あとアウト2つでな。そうなんです。岡本にホームランを打たれ、はい、コーンと怒れ、あっさり10回にはな、はい、犠牲フライで逆転されて、逆転されました、ね、あの試合ぶち切れました、はいはい、岡田監督のその日のまあ一問一答だったんですけれども、まず点を取るよりヒットを打つことよ。そら、こんなんで勝ったら、こんなんというのは1対0で、はい、仮に勝ったとしてもあかんということやろ。失礼やん。もうピッチャーに対して 1-0 で勝ったとしても、ピッチャーに対して失礼やと。まあね、はい、まあ、あまりにも多いからね、こういう打てないことがな。打てないことが、だからあの一時期、才木投手があのお立ち台立った時も、野手の方に頑張ってほしいですっていう、もうちょっと打ってほしいです、打ってほしいですっていうのが、まあ、ピッチャーの本当の気持ちだとは思うんですけれども、はいはい、もう頭が痛いと、打席に行くのも選手やねんやから、なんぼ言うてもしゃあないや、まっすぐ遅れるんやから。そら水口コーチにもミーティングで前行って打ってって言うてるけど、誰一人前行って打ってないやろ。まあ指示が出ているようなんです。どうやら苦言を呈すというか、まあ、チーム打率もセ・リーグの中でも一番悪いと。これはあのファンの方もおっしゃってますけれども、大丈夫かと。まあでもね、まあ、キャンプの時に、まあ、いろんな選手、近本にしたって、まあ、中野にしたって、はい、まあ、里輝もそう、大山もそうやけど、うん、こうバッティングの話をねさせてもらって、こっちからアドバイスするんじゃなくて、どういう考え方で、打ってるのかっていうことを聞いたけども、うん、はい、やっぱり今の主流で前に行かないように打つ、縦振りの人が多かったんだよね、はい、阪神は、うん、で縦振りって、まあ、この前ねちょっと教えてもらいに行ったけども、はい、やっぱ前に出ていくっていうことがまあタブーなんだよね、今は。今は、うん、だから前に出ろ前に出ろって言うと、これはねバッティングがおかしくなる。これちょっと根本的なに狂ってくるというか、分かるんだよ、うん、崩れたら前に行けっていうのはいいんだよ、はい、そのまま崩れて前に行って前で勝負しに行けっていうのはね、これはあるんだけども、うん、鼻からポイントを前にして打てっていうのは、うん、今の野球ではアウトだよね。今もキャッチャー取る寸前に打てって、キャッチしろってバットでっていうような、うん、まあ、そういう感覚だから、前に出行けっていうのが適切なのかどうかっていうのはちょっと違うかなっていうような感じはするよね。これやっぱりそのストレートを打てないというふうに岡田監督は言っていて、特に交流戦になってもやっぱりパ・リーグのピッチャーと対戦するときにやっぱストレート多くなってくる中でも、そのストレートを捉えるためにもその前でっていうふうに言う。でもポイントをこう体を前に出せっていうよりも、うん、ポイントを前に出せっていうことなんだろうけどもね。そのよく言うあの泳ぐっていうのは、まあ泳ぐ、まあ、極端な言い方なんだよね多分それは、うん、でまっすぐはポイントを前に出したら、うん、その分遅い分だけ変化球がね、うん、はい、前に出ていくじゃない、はい、だからそれは前に出てもいいよって、とりあえずポイント前で前で、前体は出さないでもいいから前で前で打てって、うん、ポイントがちょっと差し込まれて苦しそうに打ってるから、はい、前に出せっていうだけで、うん、表現を間違えると、はい、危ないですね。やっぱ危ないと思うよこれは。そうですよね、うん、一気にまた打てなくなるとフォームごと崩れてしまう。そうだね、ですよね、うん、俺は逆に言えば里輝を上げた方がいいよ。あ、まだ実はこの時点で上がってきてないんですけれども、うん、あのね今の野球ってつなぐ野球ではないんだよね、もう、はい、やっぱホームランで決着するとかさ、うんうん、そういうことなんだよ。もう何本も何本もヒットが続いて大量点取ったっていうのはあんまないんだよね、もう、うん、ピッチャーがやっぱすごくいいから、うん、一発で決まるっていうことも多いわけ、はい、一発をこう打てるバッター甲子園でも、うん、置いとかないと相手にとって怖さがないんだよ、はい、であそこは左バッター近本中野ものすごい優秀だよ、はい、他の球場行ったらホームランということも可能性あるけど、うん、甲子園のあの浜風ってなると、はい、なかなか厳しいよ、うん、で右で頼るしかない、はい、そしたら森下、うん、大山ぐらいしかいないんだよホームランバッターが、はい、でも大山が状態が悪い、はい、そうなったら森下の一発しか期待ができないんだよ、はい、で左で唯一期待ができるのは里輝なんだよ。そうですね、だからね率は2割でもいいよ、はい、3試合の中で1本ホームランを打ってくれればっていうぐらいの考え方でやらないとちょっと厳しいかもからない、うん、そう
そうなんですね、うん、そらね今ね見てごらん、どこも打てないで苦しんでるから。確かに巨人もそうでしょ、はい、でヤクルトだって打つ打つってたって今ちょっとね、うん、結局どうやって点取ってるかって言ったら、はい、村上のホームランであったりサンタナ、はい、オスナのホームラン、うん、そんなねタイムリーヒットが続くっていう試合っていうのは、うん、なかなかないよ、うん、だホームランが効いてくる、うん、そうなってきてヒットも打てない、うん、そうなってくるとってなるともうホームランお前狙ってこい2割でいいから、はい、で1割は困るけど2割でいいからホームラン狙ってこいって言った方が早いかも分かんない、うん、おじゃあ豊さん的にはこの、ま、上がっていくためには交流戦でポイントとしては佐藤輝明選手を早くも上げるというところですね、うん、うんノイジー選手が初の、ね、2軍というところで、まあそうだね、はい、落ちたんですけれどもこれはまあ致し方ないってことなんですか。まあ、ノイジーもホームランバッターではない、はい、やっぱこうつなぎのバッターだよね、うん、つないでも後がつながらないんだよ、うん、まずね引っ張ること、うん、だから各バッターがしっかり引っ張れるポイントをつかむっていうことだよ、うん、今、ね、完全に引っ張れるポイントをつかんでるのは近本だけだよ、うん、あとはだいたいねこう安全に反対方向から詰まらされて、はい、そっちの方向に行く、うん、完全に引っ張りに行ってるバッター引っ張れるバッターっていうのは俺は近本しかいないと思う今で。森下だってやっぱり率を欲しがるから、うん、ある程度センターセンターって言ってるけど、うん、きっちりフリーバッティングでもいいから引っ張れるポイントで終わっとくっていうことが大切だと思う、うん、そしたら優秀なバッターはたくさんいるから、うん、いいと思うけどね。大山選手に関しては大山もねやっぱり率が欲しいタイムリーが欲しい、うん、4番だからね、はい、だからセンターに行くケースが多いけどやっぱ大山も引っ張る形をしっかり持っといてセンターに行くんだったらいいけど、うん、センターに行きながらタイミングがあった時だけ引っ張るっていうんじゃ長続きがしない。あでバッティングの基本ってセンターって言われてるけど、はい、形としたら引っ張れる形でしっかり作っとかないと、はい、やっぱごまかしなんだよ。センターってねごまかしで打てるんだよ。あそうなんですね。そうでもね、うん、引っ張るってしっかり形として持ってないと引っ張れないんだよね、うん、ポイントもしっかりしてないと、はい、だから木浪でも今年悪いっていうのは大体引っ張れないよ、はい、で結果が出てる時っていうのはね引っ張れてる。だからこの前のその甲子園でお立ち台に立った時はライト線に持っていってる、うん、やっぱり引っ張れる形をしっかり持っとくことだ。それが大事なんですね、うん、センターセンターっていうよりも阪神の攻撃陣で言えばしっかり引っ張れる形を作ってくれっていう方がポイント前で打てっていうよりもその方が俺はしっくり選手としたら来るんじゃないかなっていうの気がする、うん、じゃあこの交流戦で、ね、ここから上がっていくポイントの2つ目っていうのは引っ張ることを意識するっていう引っ張りながらのセンターっていうのは OK だけれどもですよね、うんうん、センター行きながらのタイミングがあったから引っ張れたんじゃ、うん、じゃダメな。なるほど。優秀なバッターはたくさんいるけども、はい、そこら辺とのポイントのズレで自分たちのバッティングができてない、うん、そのケースが結構あるかなって思うよね、うんうん、あとその佐藤輝明選手が落ちた時に鍋梁選手が上がってきたんですけれども、その鍋梁選手が、まあ、交流戦はホームランを打ったりとか5月は3割8厘これ近本選手、まあ、交流戦は打ってないよ、まあ、交流戦前前ね、はい、鍋梁がヒーローインタビュー受けた時は必ずホームランで引っ張ってるでしょ。そうだ。で木浪もヒーローになった時は引っ張ってるんだよ。で大山もタイムリー打ってる時はレフト前とかさ、はい、そういうところで打点上げてるんだよ、うん、だからそのポイントを前に出せ前に出せっていうよりも練習の時から引っ張れる形をしっかり作れという意味合いで言っといた方が選手たちは混乱しないで済むかなと思う、うん、これセリーグの中で戦っている時と交流戦になってからパリーグのピッチャーと対戦するのどっちの方が大変なの？今ね、もうね、一昔の記憶がみんな残ってると思うけど、うんうん、セリーグの方が精度よく投げてくるよ。コントロール、うんうん、そしたらどちらかといえばややこしいのは、うん、やっぱセリーグのピッチャーだよ、はい、それ力は中継ぎになったらあるかもわからない、はい、パリーグの方が、うん、でもそのボールにももう慣れてるから、はい、だから心配しなくていいんだよ。だからセリーグが勝て出したっていうのはそういうことなんだよ、うんうん、パリーグに、はい、今まではもうなんか圧倒されてたけどさ、そうですね、速さとして、う
でも速さはそんなにもう変わらないよ、うん、広島のお前島内見てみろお前155キロってビンビン来るよ中継ぎ。そうですよね、来る来る、うんうん、いやだからそんなに遜色はないよもう、うんうん、だってオリックスの宇田川山崎総一郎、はい、じゃあいいかって言ったら今そうでもないでしょ、はい、そんなに遜色はないよ、うん、もうだからそのパ・リーグのピッチャーだからセ・リーグのピッチャーだからってはない、ないか、うん、広島が本当に今打線好調じゃないですか。阪神の打線と広島の打線、うん、何が違うんですか。そうなるとまずプレッシャーが違うよなまあまあこれはねちょっと変だけども、うん、阪神というね、はい、まあ、人気球団と、うん、まあ、広島という地方球団は違うと思うんだよね、うん、もちろんその良くも新聞市場とか、うん、叩かれることもすごいしっていう、そうやな、阪神は、うん、だからといって技術がないかっていったらやっぱり広島は技術がある。各バッター非常につながるし、秋山にしたって守備打者取ってるでしょ。取ってます、はい、ね、200本打ってるでしょ、はい、高額に打てるとか、ね、うん、菊池は率は低いけど、うん、だから意外性があるとか、うん、やっぱ特徴があるよね、うん、だけどみんなね共通して言えることは引っ張れる、うん、坂倉だって引っ張れる、うん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 、やっぱり引っ張ることが一つポイントだと思う、うん、そのぐらいの引っ張れるポイントを持っといたら広角に余裕が出てくる。だからソフトバンクの打線見てみる、ほとんど引っ張りいくから、あ、強く叩けるんだよ。そういうことなんだ、うん、なんか基本は野球の基本はセンター返し、センター返しっていうのがね、まあ、それと引きつけて反対方向とか、ね、そう、反対方向とかあるけど、うん、でもそれは引っ張る形をしっかり持っとかないと、それはもう逃げでしかないんだよね。だから逃げっていうのは長く続かない、うん、はい、でいつでも引っ張れますよっていうようなことで、引っ張れるボールじゃなかったら余裕を持って反対に行く、うん、センターに行くっていうことだから、うん、だからそこはあんまり勘違いしない方がいいよね。そうですよね。あとポイント前で前で泳ぎながらっていうと、今度はボール球も手を出してとかっていう悪循環にいかないかなとか、まあ、だからまあ今年になってフォアボールっていうのがボールを引きつける、うん、引きつけて見極めるっていうことが、うん、まあ、あだになってるかもね、うん、だから今ちょっと危険ゾーンに来てるよね阪神はね。そうですね。いやそれだったら引っ張れるポイントでしっかり打ってくれと、うん、練習やるでしょ、はい、で俺左バッターで最初流しから入ってくるんだよ、ね、はい、うん、ポイントを確かめながら、うん、でセンター持ってって、うん、必ずもう仕上げの時は引っ張った形で終わっとくんだよ。引っ張るって体が開いてしまうと引っ張れないし、縦振りもそうだよね。バットがこう走らないと回転しても引っ張れない、押すようになっちゃうんだ全部、じゃなくてもういっといて回転するみたいな。だからそういう形っていうのはもうみんなね分かってるはずだから、まあやってくれると思うけどね。だから近本は引っ張れるんだよ。戸郷がねノーヒットノーランやった時でも最後の打席ファーストライナーだったけど、やっぱり引っ張る形をしっかり持ってるんだよ。だから崩れないんだよなかなか。そうですよね。そうそうそう、近本選手は、うん、そこら辺の考え方をもう少しちょっと変えていくといいかなっては思うけど、ね、そうですね、はい、まあ、阪神はね交流戦昨年はねあまりいい成績ではなかったというのもあるので、うん、まあ、昨年はね、まあ、余裕があったんだよ、まあ、貯金もありましたしね。あったあった、16ぐらいあったんで、そうそう、うん、いやだからそんなにバタバタすることはなかったんだけど、はい、今年あの交流戦でしくじると、はい、ちょっと取り戻すのに時間がかかるかもな。だからもう最低5割でいきたいよね。そうですね、と思ってるはずだよ。なんかねこの交流戦をきっかけに阪神打線がちょっと勢いづいていくとね、阪神ファンの方も安心するのかなって、まあ、うん思いますけどね、うん、1-0 でも勝ったら勝ちだからね。岡田監督カッカせずに、うん、そうそうそう、うん、まあまあでもあんまり打てないとな、ピッチもうイライラすると思うよ。いや本当にパイン飴ね、うん、舐めながら我慢してんだろうなって。そうだ、ただねピッチャーも限界あるから、これから夏場に向かってきて、はい、ね、大変なのはもう岡田監督も一番分かってるはずだから、ですよね、だからもうちょっとバッティングの状態上げてくれって思ってるはずだよね。そうですね、うん、あの野手の皆さん、ぜひピッチャーのためにもなんとかね、もうちょっと打ってくれると、まあそうだね、はい、いいなと思います。はい。